くれんぼしたまま忘れられて30年も経ったなんて。かわいそう、この腐れじじい。やだやだ、ボクシングまだ3歳だもん。おっぱい飲みたい、ママ。どっちの冒険？あー、マジ疲れた。やっと昼休みや。食べろ。ゆき先生、お疲れ様です。子供たちと遊ぶのマジ疲れますわ。食べろ。そういう時はね、かくれんぼがいいですよ。かくれんぼ？そう、かくれんぼして放置するんで。そしたら、しゃべろ。言わなくても、子供たちは黙ってくれます。しゃべろ。なるほど。今度試してみます。あー、ちょっと一回寝よっかな。わーい、お昼ご飯だ。僕チンコの時間が一番好き。食べるな。あとお前一人称ボクチンならその後ろにこうから始まる言葉つけるな。お鍋先生一緒に食べよう。僕チンコの前ね。僕チンコの前ね。食べるな。うるさいって。もう今ゆうき先生が疲れて寝とるけ、今うるさくしたらダメよ。わかった、僕チンコから足手返する。ほんと。いや、ゆうき先生はね、睡眠邪魔された時もめちゃくちゃ怖いからね、絶対に睡眠の邪魔だけはしちゃダメだからね、ほんとにね。よっしゃ、カズトシ遊ぼうぜ。いや、聞いたやろ。いや、ゆうき先生起こしちゃいかんて。そんな時に遊ぶけよ、ハラハラして楽しいんやろ。え、でもどうやって遊ぶ？カズトシ、これキャッチして。そう、無事すぎる。うわぁ、うるせえぞ、お前ら。やべ、先生来た、隠れろ。どうよ、教室コーラまみれ、誰にやったの？お、お前らかくれんぼか？もういいかーい。なんか言ってない。なんだ、わかってないんかい。もういいよー。見つけた。殴るのもいいかい。まだだよ。水があったら殺される。なあ、教室汚した犯人もおらん。おらんならいいね、押し取って。押し取ってくれ。ああ、じゃあ言うだけやったってことか。ふぅ、何やったら。手が、手が。ドアの後ろか？人がね、殺します。やばい、バレたよ。お前の人生もういいかい。やばい、逃げんと。よし、もう大丈夫かな。安心するのはまだだよ。よし、洞窟や。ここに隠れたけど大丈夫だ。見つけた。お前さ、何見つかったのに逃げてんだよ。今まで生きてきた人生の中で一番怖い思いさせてやるからな。見つけた。ごめんなさい、ちゃんと教室掃除するから許してください。教室汚したから怒ってると思ってる。違う、君がかくれんぼで見つかった弱者だから怒ってるんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やばい、かくれんぼで見つかったらこうなるよ。かくれんぼってそういうゲームだから、今度先生とかくれんぼするときは絶対に見つからないようにしないとね。次かくれんぼするときは絶対見つからないようにせんと。楽しいじゃねえか。確かに、昼休憩終わったらまたかくれんぼしようぜ。あれ、先生、睡眠法としてる。ちょっと、ゆうき先生、かくれんぼで見つかったらボコボコって、そんなルール聞いたことないっすよ。先生、こうやって言ってればあいつら次かくれんぼするときに長い間おとなしくしてくれるでしょ。そしたら放置できる時間が増えると。頭いいっすね、ゆうき先生。食べろ。ははは、これであのガキどもの相手をしなくても済むぜ。さて、寝ようかな。あ、昼休憩終わりだ。あー、食べれなかった。食べろ。ああ、いや、ゆき先生寝てていいですよ。俺は子供たちを相手しとくんで。いいんすか、ありがとうございます。寝るの早っ。とはいえ子供たちは責任持って相手しないとだから疲れるよね。遊びたくね。先生、かくれんぼしよう。いいよ、3日ピンスケだ。はい、おりー。できる、ガキと遊ぶのストレス溜まっちゃう。嫌だ、先生と遊びたい。俺も遊びたい。じゃあいいけど、先に見つかった方にバズ当たるけど。何、ストレス解消のためいいねの稼げビンタします。最後こいつ絶対俺が勝つ。いや、俺が勝つ。最後今度はちゃんとゆっくり数えてよ。はいはい。19,999、19,998。数えすぎる。よーし、もういいかい。もういいよ。絶対に言うより長く隠れてやる。マジでビンタをされたくない。5分で終わるやろ。どうも動いしやがおれ。どっちかテレコンじゃ。先生帰れんやろ。今出たらゲーム負ける。どうもどうも、テレコンから火つけるぞ。倒れ。男、ただ落としたら騙されちゃダメだ。ファイヤーず、自分も死ぬよ。迷う、寝てもいいよ。ビンタしもたくねかってねえよ。どこかな。本当やる向こうか。心臓の音は聞こえるぞ。やばい、このままじゃバレる。あ、これはゆき先生の睡眠薬。もういいかい。睡眠薬飲んで寝とけば音立てずに済むはず。予報見つけるまで絶対に諦めんからな。うぅ、よく寝た。見つけた。どっちだ。うわぁ、捕まっちゃったよ。はい、じゃあかくれんぼ終わりね。あ、ゆが捕まったんじゃ。じゃあボクちんの勝ちってことやな。あれ、でもなんでゆき先生が鬼役になったの。かくれんぼ負けちゃったよ。先生の勝ちです。イエーイ、ボクシーの勝ちです。イエーイ。えー、えー、いや
叫びすぎやぞ。不審者ー、エンジや。お前誰が不審者や。ボクちんここのエンジや。こんなジジイがエンジやわけない。クソ、しかもお前腐れジジイや。言いすぎやろ。だからかくれんぼでちょっと隠れとはいて生徒のこと忘れたんか。ボクちんカズトシよ、カズトシ。カズトシだけど名前古くさ。令和かよ。いや令和よ。は、え、待って待って、から隠れてたんですか。2024年の1月2024年、いや、なわけ。いや、だって結城先生という姿このままやんか。結城、いや、それは僕の父の名前です。要は僕のパパの。あ、腰がやばい。ガチッチチになっとる。やだやだ、ボクちんまだ3歳だもん。おっぱい飲みたい、ママのおっぱいチュッチュしたい。マちゃんプレイ好きだし、その見た目でそういうこと言うとやめてくれ。そういえばパパから聞いたことがあるな。二人がこの幼稚園でとある日を境に行方不明になったって。そんな、睡眠薬飲んだだけで30年も寝ちゃうなんて。ん、待てよ。どけしちゃったですか。ああ、そういうことか。睡眠薬飲んだけんね。あ、これ夢や。あ、夢落ちや。おー、ほっぺ、ほっぺだ、ほっぺだ、待って、全然痛くないけ。うわー、そんな、夢じゃない。かくれんぼしたまま忘れられて30年も経ったなんて。かわいそう、この腐れじじい。僕ちおじいちゃんになっちゃったよ。うわーん、うわーん。親にも、先生にも30年間忘れられてたんだ。そんなに人望ないんだ。かわいそう。見つけろ。もう先生見つけるまで絶対に諦めんちよったのに、嘘つきじゃん。俺のこと忘れたんや。先生の言葉信じてずっと隠れとったんに。もう、ありがく、もう。最悪やろ、その先生。ほんとかわいそう。クズだよ、そいつ。あ、見つけた。黙れ、話聞け。キャーゴキブリ。黙れ。せめて不審者やろ。どう見たらゴキブリに見える。もっと先生、お前何が見捨てたや。ずっと30年間探し回っとったとに。ずっと探してくれてたの。そうだ、さすがに生徒を発見できないまま帰れんからな。下手したらええな。うん、30年間ちゃんと探してたのは偉いけど、そのやとしたら探すの下手すぎや。もっと先生、カストジー、もっと先生。風呂入ってないんだ。風呂入ってない同士がそれ抱きついた、そうなります。僕ちん隠れんぼ上手でしょって。ああ、ゆうは次の日すぐに見つかったからの。やったー、僕ちんビンタされずに済んだ。すごいでしょ。なんか無事発見できたら寿命が来たみたいじゃ。モス先生、やだやだ、しっかりして。死ぬ前に無事見つけれてよかった。モス先生、死んじゃダメ、救急車を。いや、もういい。そんな、俺のこと見捨てないでいてくれた先生を見捨てるなんて。ありがとうな。お前も俺を見捨てないでくれるのか。でももうきついな。帝国行って、もういいかい。もういいよ。ちょえ、見捨てる。まだだよ、期待してるってのに。持つ、見つけた。見つけたみたいな。ぼっちの冒険ミニャツだろうがー。